来年1月で発生から30年となる阪神・淡路大震災の記憶を次世代につなごうと、神戸の大学が菓子メーカーと共同でグミを開発しました。神戸学院大学と新潟県に本社を置く菓子メーカーブルボンが共同で開発したのは、シャリモニグミ思いをつなぐシトラスミックス味です。シャリモニグミは甘酸っぱいパウダーと柔らかさの中にも噛み応えのある食感が若い世代を中心に人気を集めていて、コラボ商品は阪神・淡路大震災の記憶と命の大切さを次世代に伝えていこうと神戸学院大学の学生らが企画。ブルボンは阪神・淡路大震災後、被災地に救援物資を届けていて、この企画に共感し、去年11月頃から学生と協議を重ねてきたということです。パッケージは手に取った人の心が温まるようオレンジ色を基調としたデザインで、日常の尊さや防災の大切さを感じられるメッセージが入っています。僕が考えたのがこちらにある日頃から備えあれば憂いなし、日頃から防災意識をっていう言葉なんですけれども、日頃から防災の意識をしとくことによっていざ実際にそういう震災が起きたとしても素早く動けるのではないかなと思って考えさせていただきました。晴れやかな気持ちで日々を過ごしてほしいという思いから、レモンやライム、柚子の果汁などを組み合わせて爽やかな味わいに仕上げたということです。手に取ってくださる多くの方々に震災の経験や一日一日を大切にするという思いをつなぐことができれば嬉しく思います。このグミは来月10日から来年3月末まで全国のコンビニエンスストアやスーパーなどで販売されます。